こんにちは。今日から民法に入っていきたいと思います。民法というのは、いろいろな抽象的な概念が出てくる法律です。まあ、法律はもともと抽象的な概念がたくさん出てきますが、民法は範囲も広いので、膨大ないろいろなことが出てくるんですね。で、そこで一つポイントになるのは、具体的な例を、念頭に考えていくということになります。そこで、民法ではですね、たまにこの子に手伝ってもらいたいと思います。こんにちは、僕もんちゃんです。よろしくお願いします。さて、民法とはこちらに書いてありますが、私人間の日常生活に関するルールのことを言います。起きたら挨拶をするとかということではなくて、売買とか賃貸借、婚姻相続、こういったことですね。これに共通するのは権利とか義務が発生するということになります。権利や義務が発生するというのはどういうことかというと、もしその権利が、ね、行使しても守ってもらえない、あるいは義務ですね、きちっと履行してもらえないという場合は裁判によって実現していくと、ね、権利は裁判によって、国家が強制的に実現してくれる、まあ、そういう担保があるものということになります。ではこのような民法、どういう、法律のですね、分類になるのかちょっと見ていきたいと思います。まずこちらに書いてありますが、司法の一般法ということになります。司法に、対立する概念が公法になります。司法というのは私人と私人との間のルールということになります。民法、商法、借地借家法、いろいろなものがあります。これに対する公法は、憲法ですね、あるいは刑法といったように、国家と私人との間を、規律するルールですね、訴訟法なども全部、公法に入ってきます。また、民法は一般法と特別法がありますが、一般法に属します。一般というのは一般的に適用されるという意味で、誰でもどのような場合でも適用されるものということになります。で、特別法というのは特定の人、特定の場合に適用されることを予定しているものということになります。例えばもんちゃんが、売買をするという場合は、これは民法が適用されますが、商人の人が売買をするという場合には商法が適用されます。特定の人、それから特定の場合、それから民法には賃貸借に関する、ルールも当然あるわけですけれども、賃貸借の中でも、その対象が土地であったり、それから家であったりという場合には、特別にですね、借りる側をもっと民法よりも保護しましょうということで、借地借家法という、ね、特別の法律が定められています。で、一般法と特別法がある場合には、まず特別法が適用されて、そして特別法に規定がない場合には原則に戻って一般法が適用されるということになります。そっか、ということは、商人の場合は商法も適用されるし、民法も適用されるっていうことだね。そうなりますね。これが、司法の一般法という、民法のゆえになります。さて、民法は権利と義務を、定めているということになりますが、権利には2種類、大まかに分けるとあります。それが物件と債権ということになります。まず物件というのはどういうものか、人が物を直接排他的に支配する権利ということになります。人が物を直接排他的に支配する権利ですね、典型的には所有権ということになります。例えばこのペン、私がの所有物ですということですね。となりますと、この直接というのはどういうことかというと、誰かに頼んで私がこのペンを持っているというわけじゃなくて、もう所有しているという状態で自分が思いのままにこれを使える、あるいはこれを誰かに売ったり、それから捨てたり、自由にできますということです。それが直接排他的に支配するという意味ですね。
で、これに対して債権というのは、特定の人が特定の人に対して特定の行為を請求することができる権利を言います。で、例えば賃借権とか、ね、そういったものがあります。で、賃借権、ね、例えば家を借りましたという場合は、その貸主に対してこの家を、ね、自分が使える状態にしてください、ね、その使える状態にするという行為を、その貸主に対して借主が請求できるということになります。物件と債権の違いは、債権は特定の人に対してその行為を請求できる、ね、物件はそんな人に頼まなくても自分が直接物を支配できる、そういう違いがあります。で、物件は直接排他的に支配してますから、例えばこの、ね、ペン、私のものだとしますと、それは誰に対しても、これはこのペンは私の所有物ですと誰に対しても主張できます。でも、これがもしもんちゃんから借りてるものだとすると、私はこれを貸してくださいっていうのはもんちゃんにしか言えない。他の人にこれを借りれ、自分が使える状態にしてくださいということは請求できない。そこがね、債権と物件の違いということになります。で、これはですね、ちょっと今抽象的なお話になりましたので、少し、売買を通じてですね、見ていきたいと思います。売買ならね、僕も知ってるよ。100円持ってね、スーパーに行ってバナナ買ってくるんだ。そうですね、それも売買ですが、ちょっと、民法として説明していきたいと思います。売買の条文、こっちにあります。ちょっと読んでみましょう。売買は当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを訳し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを訳することによって、その効力を生ずる。あれ、お金払わなくていいの？そうですね、売買契約自体はある財産権をあなたに移転しますよということを約束して、相手方がそれに対して代金を支払いますよと約束すれば、それで売買は成立するんですね。ふーん。で、もんちゃんの、お買い物の話はですね、それも売買の一種ではありますが、この約、お互いに合意した瞬間に、バナナを渡してもらう、それから代金を支払うと、ね、同時にやってしまいますので、これを現実売買と言います。これは売買の一種ということになります。で、もうちょっとですね、民法が想定してる、想定してるって言ったらおかしいですが、条文がね、より分かりやすい例を見ていきたいと思います。例えばクマちゃんが土地を持ってました。1000万相当の価値の土地です。で、もんちゃん、これ欲しいなって思った、ね、で、クマちゃんがこれ1000万円で売りますよって言って、もんちゃんが1000万円で買いますと意思表示をします。そうすると、めでたく売買が成立するということになります。やったー、お金払わなくてもいいんだというわけではなくて、売買が成立するとどうなるのか、ね、土地を引き渡せ、ね、それから、土地の場合はですね、ちゃんとそれが持ち主誰ですよということを、登記するということになっています。これは法務局でですね、そういった、帳簿がありますので、それにきちっと、ね、自分が誰、この土地の持ち主ですというのを書いてもらうということをやります。で、この売買に基づいて、ね、効力を生ずるというのは、ちょっと前の見ますと、ね、約束するとその効力を生ずるって書いてありますね。効力を生ずるというのは何かというと、この財産権、ね、土地の引き渡しとか登記の移転、これを、もんちゃんはくまちゃんに対して請求できる。で、くまちゃんはもんちゃんに対して代金の支払いを請求できる。こういう、ね、請求権がそれぞれ発生するということになります。で、もんちゃんから見ますと、この土地引き渡しとか登記の移転というのは、くまちゃんに対して請求できる権利、ね、土地の引き渡しとか登記の移転という行為を請求できるという権利なので、債権ということになりますし、クマちゃんからするとこれは、土地を引き渡す義務、登記を移転する義務ということで、債務ということになります。また、この代金支払いについては、クマちゃんから言えば債権ですし、モンちゃんから言うと債務、ね、これはあくまでも
クマちゃんはさ、クマちゃんはね、モンちゃんに対してしか、代金を支払えて請求できないし、モンちゃんはクマちゃんに対してしか土地の引き渡しあるいは所有権を移転してくださいということは言えないということなので、これはお互いの債権債務と言います。で、この土地引き渡し債権について言えば、モンちゃん、飼い主のモンちゃんは債権者、ね、クマちゃんは債務者、ね、代金の支払いという意味では、クマちゃんは債権者、モンちゃんは債務者ということになります。そういうことなんだ。で、このちょっとごめんなさいね、この債権債務を発生させる、契約が売買ですから、これは債権契約というふうに言います。そして債権だけではないですね、物件という側面もあります。ちょっと条文見ましょう。物件の設定及び移転は当事者の意思表示のみによってその効力を生ずると、先ほど物件の典型例として所有権を挙げました。ね、所有権を移転するのには当事者の意思表示でその効力を生ずる、まあ、意思表示さえあれば所有権は移転しますよという話になります。で、この物件という側面から売買を見てみますと、モンちゃんとクマちゃん、ね、先ほど売買をしたわけです。で、今クマちゃんね、所有権持ってます。で、売買契約というのは債権債務を発生させる契約ですけれども、これは同時に自分の物件移転しますよという意思表示も、ね、所有者が自分のものを売る場合には含まれてます、ね、売買によって、所有権移転しますよ、当然にその意思表示が含まれていると解釈されております、ね、ですから売買契約が成立すると、ちょっと分かりにくいですが、ポッと所有権が移転します、ね、まだもんちゃんのところには土地がないですけれども、ね、売買契約成立しただけでポンともんちゃんのところに所有権、土地の所有権というのがもうここに移転しちゃいます。ですからもんちゃんは所有権に基づいてくまちゃんに対して土地の引き渡しあるいは移転登記ということを請求できるということになります。これをもうちょっと整理してみますと、ね、まず売買契約をします。売買契約をしますと、債権債務が発生します。で、モンちゃんはクマちゃんに対して債権として土地の引き渡し移転登記を請求することができます。また売買と同時に所有権がポンと、ね、特段の、約定、ね、特約がない限り、ね、例えば、代金を支払ってから所有権を、移転しますよというような特約がない限り、もう売買をした瞬間に所有権がポンと移転しますから、モンちゃんは所有権に基づいてクマちゃんに対して、土地の引き渡し登記の移転を請求することができるということになります。そして、まあ、クマちゃんはモンちゃんに対して債権ですね、売買契約に基づく債権として代金支払いを請求できるということになります。ではここで一旦終わりにいたしましょう。